フォード財団ビル、塩ドメシティセンターケビン・ローチは、アメリカ合衆国の建築家。アイルランド人で、ダブリンに生まれる。20世紀後半のアメリカにおける大手、建築設計事務所、ケビン・ローチ・ジョン・ディンケル・アソシエーツの創業者であり、ガラスを使用した創造的な建築で有名。アイルランド国立大学のユニバーシティ・カレッジ・ダブリンを卒業したローチは、 1948年、アイルランドを去りアメリカが州国に移民した。イリノイ工科大学に入学し、ニース・ファンデルローへの下で学んだが、学費が足らず中退。国連本部設計のドラフトマンの職を得て働いた。あと、同僚の口利きにより、エーロ・サーリネンの下で働いた。サーリネンが1961年に没すると、 ローチはサーリネンが未完成のまま残した10個の大プロジェクトを完成させる。その中には、サーリネンの代表作であるセントルイスのゲートウェイアーチ、ジョニーフ・ケネディ国際空港にある表現主義的な TWA ターミナルビル、ワシントン・ダレス国際空港、厳密なモダニズム建築であるイリノイ州モリーンのディアンド・カンパニー本社ビル、ニューヨーク市の CBS 本社ビルなどがある。 1966年、ローチは技術者のジョン・ディンケルーとパートナーシップを組み、コネチカット州ハムデンに建築設計事務所、ローチディンケルーを設立した。彼らの最初の大きな仕事はコンクリートによる建物、カリフォルニア州のオークランド博物館であった。1969年に完成した博物館は美術館、歴史博物館、 自然博物館に使用される三つの建物が屋上庭園とテラス、中庭、池などで一つに統合されるという構造だった。彼らはその他ニューヘイブンのベテランズメモリアルコロシアムなどを設計している。ディンケルーは1981年に死去し、パートナーシップは解消された。ローチは1982年にプリツカー賞を受賞し、 1993年にアイア、ゴールドメダルを受賞している。2019年3月1日、コネチカット州ギルフォードで死去。96歳没。ありがとうございます。